こんにちは、速稼塾の久保です。前回の動画で、テクニカルの講義をお届けしました。高値圏に来ると売り圧力が強まって、安値圏に入ると買い圧力が出てくるというお話でした。そして今回はずっとね、バイの方でずっとバイデンさんが入ってからバイの方に行ったんですけども、ついに高値圏から下落の傾向が見えてきたわけですよね。で、そこで私は3つの説を申し上げました。まあ、あまり考えにくいんですけども、一つはバイの方向ですよね。 N を書きながらさらに強い買い波動が出ると。でもこれは高値圏なんで、まあほとんどないかなというところでしたね。で、次がヘッド&ショルダーの形を取って大きく下に下がっていくということ。三つ目はヘッド&ショルダーではないんだけども、でも大きく見ると二点天井なんですよね。この二点天井から大きな下落が始まるということで、三つのパターンでした。で、横ばいになってたんで、これブレイクを待ちましょうねということで昨日お話したと思うんですよ。さあ、そのブレイクが解けて、やっぱりね、セルの方に向かいましたよね。綺麗にブレイクポイントから下の方に向かいましたんで、そして今ね、またストップしている状態ですから、この間が取れたかどうかですね。じゃあちょっとね、画面を切り替えて見ていきますんで、こちらの方をお付き合いください。どうぞ。はい、まずはね、デイリーですけども、私が申し上げていたのが、ここの水準ですよね。ここを割ると、下の方に行くよってことで、まあ言ったわけですけども、これネックラインなんですよ。ヘッド&ショルダーを作る時のネックラインが、こういう風になるわけですから、こっちのね、肩が出てればもっとわかりやすかったんですけども、ヘッド&ショルダーを待つまでもなく、ここをブレイクしていきました。あ、そして、ずっとね、トランプさんがバイデンさんに代わって、セルの流れからバイの流れに来たところ、まあ行動の限界点ここでした。ついに111円に達したところが、もうここでね、すべての仕込みが利確に回って、バイの勢力が失われてきて、そしてセルに向かうときに新規のセルが入って下の方に向かったと。一旦戻り売りが入って、そしてここからまたさらにですね、セルの方向に向かっていくだろうということでございますね。こういうふうに伸びるということですね。まあこれ今ね、大きく矢印書きましたけども、こっちの方向ですよってことだから、一直線にここにセルに向かうってことを断言してるわけではないですからね。もうずっと長い間私の動画見てる方はご存知だと思いますけども。では4時間の方行きましょう。4時間は、はい、綺麗に一直線に右肩下がりになってます。111円に一瞬達したかな、どうかなっていうところがここだったんですけども、まあ、ここの水準が限界だったのかなってところで、あとは、セルに向かうだけですね。で、昨日、ブレイクしたところがこれですから、これが取れていればなってところですよね。30ピップスから40ピップス、45ピップスほど上手にいけば取れていたと思います。そして今現在は横ばいに入ったのかなってところですね。1時間をそのあたり返して見てみましょう。さあ、横ばいなんでしょうか。大きく下がった後ね、右肩下がりが、はい、大変失礼しました。ちょっとね、電池が切れて途中になってしまいましたけども、つなげます。一旦横ばいに入ってから下落が始まる、要するにブレイクが起きたってことですよね。この辺りからブレイクポイントが入りまして、下の方に大きくブレイクしたところですね。そうするとこの辺りからエントリーポイントが入っていって、で、横ばいに入ったところでこの辺でエグジット、これが一番の例ですかね。ということで30ピップスぐらいは取れていたのかなと思いますけども、私は寝ていたんで解説をしたんですけども、美味しいところではね、私取れてないんですよ。寝ていましたんで、すいません。まあですけど、ブレイクを待つというところでブレイクして、でも取れるタイミングがあったってことですよね。まあこのようにね、たまたま起きていて、なんか別の作業をしていて、チラチラ見ているとき、要するに張り付いていないといきなり、なかなかね、ブレイクを取ることはできないんですよね。これがね、予約投稿ができてればいいんですけども、私は予約投稿を基本的にしませんのでね、目の前で見てる時だけしっかりと取っていくタイプなんで、これは大きくいくぞと思ったらね、起きてるんですけども、昨日は寝てしまいました。ということで取れてない、結構ね、解説して合ってるのに取れてないこと多いんですよね。まあそれも実力のうちですかね。私専業トレーダーってわけではないですから、あくまでもこれ副業トレーダーですからね。まあですんでね、副業でもこうやってしっかりやってれば相場はきちんと読めますし、その時たまたまね、相場の前にいれば取れるわけですよ。ということは、私が張り付いていれば、ある程度ね、1日3時間相場の前に、チャートの前に張り付いていれば、
まあ、その間取れてるってことなんですよね。まあ、私3時間も張り付いて生活をそっちに持ってかれるのはどうもなと思いますんで、張り付いていたのは最初の2年ぐらいですね。1年目は1回も勝てなかったんで、ずっと張り付いて動きを見ていました。それこそ1分軸まで見てましたからね。1分、5分、15分、30分、1時間というね、その辺の回足もしっかり見てましたけども、今は1時間が一番小さな足で、15分とか5分なんてめったに見ないですね、うん、だからこうやって慣れていくとね、大きな時間軸ばかり見ていくようになります。しまいには、うん、例えばデイリーだけ見ていってね、でスキャルピングするみたいなこともあるかもしれません。デイリーを見ていって1週間寝かしておいて、1週間単位でエグジット、そうするとほとんどチャートを見る時間はなくなるわけですよ。それにはまあ資金量とね、もっともっと読みが正確になる必要があります。で、小さな時間軸だと、瞬間的に、自分の仮説がうまくいくことってあるんですよ。でもやっぱりね、醍醐味は長期なんですよね。まあお分かりだと思いますけども、トランプさんの時はセルだけしとけば勝てたんですよ。バイデンさんも就任して3ヶ月バイだけで勝てたんですよ。で、今バイデンさんの政権でもセルの方に変わってきましたよね。じゃあ今度はしばらくセルでもいいわけなんですよ。ちょっと講義の続きになりますけども、高値圏に来たなぁと、いい加減もう値段が高くなってきたなぁと思ったら、それは下落する直前なんですよね。ダブルトップなり、それからまあライントップとかを作ってですね、落ちていくんですよ。で、売りすぎて売られすぎたら今度は買いの圧力が入ってくるんですよ。その繰り返しなんですよね。ですんで、なかなかその天井を越えてさらに突き抜けて新規の価格の方に行くとかね、新規の価格の方に下の方に行くっていうのはあんまりないです。結局はどこかのゾーンに入りながら上下を繰り返していってますんで、それがだんだん力がつければ見えていくってことなんですよ。現在私は1時間の取引、ここが見えてるだけです。それを補助するものとして4時間デイリー週足ですか、この辺を見てるだけなんで、じゃあ私がねデイリーで勝負しろって言ったら、これねちんぷんかんぷんになると思います。まだまだ力をつけて1時間を使いこなして、で4時間を使いこなして、そしてやっと1時間の方に行くって感じですかね。1時間から4時間はまだまだいけるんですけども、4時間から1日ってのはこれはねかなり違うレベルで難しくなってくると思いますんで、まだ私はねデイリーだけを見て、デイリーで注文と利確を繰り返していくみたいなことはまだできないですね。あと、まあ、何年かかるんじゃないですかというところで、ちょっと長くなりましたけども、今日も講義の続きをお送りしました。そして実践の方ではお話したようにセルの方にブレイクして、まあ、取れた方は取れたんじゃないかなってことですよね。相場の読み方って大体分かってきましたかね。今年だけでもかなりいい感じでお届けしたと思うんですけども、はっきりでも新しく話すことはないんですよ。あとはこれを繰り返しながら、確かにそうだなっていうふうに腑に落とせるかどうかなんですよ。あ、これ違うんじゃないのってところはなかったと思いますからね、うん、まあ読みは合ってたけども、少ない確率で逆にいくってことはあるんですけどね、まあでも滅多ないと思います。まあ大体 FX っていうのは公式通り同じようになっていくと思えば、ずっと賢くしていけるってことでございます。まあ変なね、ファンダメンタルに左右されずにテクニカルだけはずっと見ていけば、たまにファンダメンタルに引きずられることがあっても、それはまあ必要経費としてのね、損失なんですよ。きちんとロスカットラインを設けていれば破滅にはならないということでございます。それではね、今後のこともありますんで、引き続きご覧いただきたいんですけども、ちょっと横ばいに入りましたんで、また同じです。動きが出るのを待ちますんで、まあおそらくセルの方向に行くと思いますけども、うん、しばらく様子見ですね。はい、今回は長くなってすみません。でも大事なことを話しましたんで、きっとすごく大事な動画になったんじゃないかなと思います。じゃあ失礼します。